5G が普及したらスタディアの遅延時間解決すると思いますか？その 5G のネットワークがどうつながるかによるんですけど、その基地局から Google のサーバーまでっていうのが結局その既存のインターネット網になっちゃうと思うので、そこを既存のインターネット網を使わないでかなりホップ数を短くするとかっていうのをやれば早いと思うんですけど、僕そのクラッシュロワイヤルっていうソシャゲをやってるんですけど、微妙にその携帯電話回線とWi-Fi でつなぐと携帯電話回線でやった方が強いんですよ。でそれはそのWi-Fi の回線使うと Wi-Fi が不安定だったりとかインターネットが不安定だったりとかで、こう選んだものがそのまま確定するまでに時間かかるんですけど、携帯電話回線ってその不確定な要素が少ないので、じゃあそっちの方がその要は選んだっていう情報が行って帰ってくるまでのラグが短かったりするんですよ。っていう感じのその、微妙な差とかがあったりするんですけど、そういうのが気にするようなタイプの人っていうのだと、やっぱりその、5G の方がいいよねってなるかもしれないんですけど、ただその 5G でも 4G でも 3G でもインターネット固定回線でも何でもいいんですけど、その先のホップ数とそのプロバイダーがどういう経由をしているかっていうので、例えばその格安プロバイダーみたいなのを使ってる人だと、格安プロバイダーに行った後、じゃあその大手のニフティに繋がって、その先どうですみたいなのになるかもしれないし、またはそのプロバイダーによって直接その Google のサーバーにピアリングしているプロバイダーと NTT の大手町を経由して繋がるプロバイダーっていうのもあるかもしれないないしっていうのがあるので、その一概にこうどうつながるかっていうのは試してみないと分かんないんじゃないですか。はい、なので答えは分からないが正解です。はい。